んばんは。こんばんは。おしゃべり会ありがとうございました。やっほー。ありがとう。お疲れ様、ありがとうございます。ちらちらこんばんは。元気？お疲れ様です。お疲れ様です。 DIY で可愛すぎて見に来ました。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。こんな感じなんですけど、普段は喋り会お疲れ様でした。ありがとうね。今日はね、ハイブ長岡というところでやった。長岡で喋り会やるのは初めてかな。握手会とか昔やってたけど、めっちゃ久しぶりの会場だったと思うんですよ。そうなの。ちょっともうすいません、帰ってきてちょっとボロボロなんですけどありがとうございました。なんか今日もそう、コンサートの話、感想とか聞けたりとか、あとシングルの曲の話とか MV の話とかね、あと最近やらせていただいたグラビアの話とか、そう、あとドラマの話とかいろいろ聞かせていただけて嬉しい。確かに可愛くなったしセクシーにも本当なんか最近そう言っていただけたりするんですよ。なんか大人っぽくなったねとか、そう、多日券でお邪魔しました。ありがとうね、嬉しかった。刀剣買って2回のおしゃべり会ありがとう、本当に本当に。そう、多日券もね今日今回からあったので嬉しい。え、20日もあるといいな。20日は浴衣も来ますので、だったら来てくださいね。待ってるよ。隣のレーンから見える人になんかお願いしたら来てくれたりするから、やっぱ直談判って大事だなって思いました配信でこうね、みんなに向けてね、来てね待ってるよっていうのももちろん大事なんだけど、なんか直談判すると来てくださる方が、そう、直談判そう、でもいや配信でもみんながね、私意外ともう皆さんに向かって言ってる、多くの方に向かって言ってるっていう話もあるけど、本当になんか一人一人の方、もうそこのあなたにっていう気持ちで結構話してることも多いんですよ。皆さん会いに来てくださいね、お願いしますね。はい待ってますので、いつでも。え、待ってる時に笑顔で手振られるの弱いのよ。あらあら、じゃあちょっと20日超久しぶりに久々に会いに行きます。え、待ってる、嬉しい。今日初めて行きました、長岡在住民。あ、嬉しい、ありがとうね。いやー嬉しかった。つばめさんじは行かせてもらいます。待ってる。そうとか、たくさんね来てくださる方もね、すごい足腰疲れないかなと。でもなんかやっぱり今日の会場が私的には一番好きかも。やっぱりね、大釜はもう
暑いし寒いじゃないですか。夏は暑くて冬は寒い、そう過酷なので、で東京の会場はまあもういいんだけど、でもなんか、まあ、近くにそのファンの方がこうなんていうの、たまれるなんかたまり場なんていうの、お店とかそうそんなにないし、なんか今日の会場は広くって、天井が高くって広くって、涼しくって あのファンの方的にも近くにアピタがあるから、そうとか、あのなんか多目的ホールみたいな感じだから、そう椅子とかね、座れるところとか、いや本当になんかいつも気になる心配なのはそうなのよ。ファンの方さ、ブーが入れ替わるときに一回その会場外に出ないといけないけど、どうしてるのってみんな大丈夫なのかって、なんかご飯もまともに食べていないという方もいらっしゃるからさ、え本当にって思ってて、そうよ、だから皆さん的にもなんかハイブ長岡最高なのでは。でも混んでるよねアピタも。だって今日もさ祝日でしょ。あバズタイムズ見てください、バズタイムズを見てください、バズタイムズ、バズタイムズ10時52分からリアタイ待機中、いいね、じゃあその前にやめようかな、ショールーム10時52分のバズタイムズをぜひ見ていただきたいので、新潟にいらっしゃる方はリアルタイムで見てください。でもすぐその後に見逃し配信が YouTube であるので、そうなんか今日思ったんですけど、そのファンの方のねお話を聞いていてとっても思ったの、なんかやっぱりその私を推して気になるけどみたいな方とか、あのまあ一押しにはできない、単押しでもないけど、まあなんかやっぱりそのちょっとそのゆるっと推したいなみたいな方向けの村民制度、ふわふわ村民というのを作ってみたらどうかと思って、そうふわふわ村民はまあ村民でもあるけど、そうそう他のねこう方が推し面にいてもいいみたいな、でもこれはルールはあって、あの一度村民になった人はふわふわ村民にはなれないんです。こう逆三角形のこうピラミッドがあるとして、一番こうライト層というか、まあ箱推しの方かな、箱推しの方とかで、なんかふわふわ村民、村民っていうこういう逆三角形、一回でもここの村民にいらっしゃる方は絶対それより上にはいけないです。でいずれ私があのこの拳でそうあの村民へとね導いていくぞという気持ちで私はいるんですけれども、そうふわふわ村民からねこう圧縮されて、そのままこの村民へと、はい押し込む、言うとアリ地獄制度って言うな、ちょっと待ってアリ地獄制度じゃないよ、そう下へ下へとこの逆三角形の圧縮、怖いねえ、違うよ、ふわふわ村民っていう制度を設けたんだよ。でも今日ね隠れ村民の方が結構来てくださって、あ自分隠れ村民なんですって言ってくださるんですよ隠れてないで出ておいでって言うんだけど、そう
本当にそうですよ。そろそろ隠れなくてもいいんじゃない？会いに来てくれたわけだし。そうですよ。皆さんだからね、うん、だから隠れ村民の方はあのふわふわ村民になるのをおすすめする。それとかね、めっちゃ来てくれるの。なんかそう、なんか私の恋愛あるあるかもしれないんだけど、なんかねすっごいその推しメン、一押しのメンバーがいて、でもその当日券とかですごいもうむしろその推しメンよりもなんか来ちゃったわみたいな。結構ねめっちゃすごい、私もあすごくこれはもう村民の王手をかけているぞこの人はって思うんですよ。なんかあこの人はもう村民だってなるんだけど、それでよしもうじゃあ村民ですねって言ったら、もうその瞬間いや村民にはならないからもう今までねニコッと上がってた口角がもうスンと下がって、いや村民にはならないから。そうどうして、そうなの、なんかそういう方が結構いるんですよ。なぜかね私のところ、そう村民にはなれないんだよねってこう笑いながら去っていく方もいる。でもめっちゃ来てくれるみたいな。そうなぜなぜすぎるよ、聞くの早すぎる。そうなの、そんなことない、なんか結構感触は良かった。そうだから誘ったのに。ごめん村民にはなれないみたいな、めっちゃ好きだけど村民にはなれないみたいな感じだから、そういう方がねふわふわ村民になってくれたらいいなと思ってどうしても村民を名乗ってほしいんです、やっぱり。うん、あと村民だということにもっと誇りを、なんか恥じらいがある方がまだいるんですよ。いやマジで失礼だからねそれ本当にそう、なんかハルルンのことは好きだし、なんか MC とかもすごいあの楽しい、聞いてて楽しいんだけど、でもなんか自分が村民だって名乗るのが恥ずかしくってみたいなちょっと本当に失礼ね、村民をもっと誇りに思ってください。もう激おこですよ。そうなんかやっぱ村民を名乗るのにはいやーちょっとみたいな、だからなんかもっとその村民というハードルをね低くしたいなって思ったし、その村民を極めていかれる方に対してはもっとその極めていらっしゃる、そのそうゴールド村民の、はい、称号がありますし、なんかそうしていこうかなとやっぱり思ってて、そう深く極める方は極める、あのそう土地だけね借りようかなみたいな方もね、っていうのも私はあの皆さんの応援してくださるねのがその大きさとかではないですし、もうその気持ちがね少しでもあるということがすごく嬉しいことなので、そういうあの少しでも応援してくださる方みんなが村民という風に名乗ってくださると嬉しいなって思ってるんですよ。それは別に私一押しじゃなくてもパン押しじゃなくても、はいって思うんですけど、いかがでしょうか、いかがでしょうか、いかがでしょうか、どうです、ふわふわ村民、はい、ここはふわふわ村民、ギュギュッとして村民にいつかなる。紀ノ国屋書店さんに遥か村はありますって書いてあった。
どういうこと？店員さんが書いてくださったの？私が書いた。新しい制度はどんどん実行していこう。そうだよね。なんか今日も長岡って感じだったな。なんかでも長岡、そう、私長岡がすごいゆかりの地、なんていうの、なんかすごい 将軍みたいなの言っちゃった。上杉謙信のゆかりの地みたいなテンションで、私のゆかりの地って言っちゃった。そう、でもゆかりがあるんです。好みが生まれたのは長岡市で、お父さんお母さんの実家、おじいちゃんおばあちゃんちも長岡市で、まあお父さんお母さんのお仕事が新潟だったので新潟に来て育ったんですけど、でもおばあちゃんとおじいちゃん家によく行くから、だから長岡が結構ふるさと感がすごいあるんですけど、そうだからなんか今日も着いて、ああ長岡やでも久しぶりに来たから私もなんかまあバタバタしててちょっと帰れなかったみたいな。そう、もう今年はちょっとお盆お墓参りとか行きたくって、去年ね行けなかったんですよ。もうドタバタしてて、でもお墓参り私すごい大切にしてるんですよ毎年。結構1年の中でもなんか私なんかすごい、何が理由が、ちょっと理由がこうだからですって言えないんだけど、なんかこう感覚的にすごく大事にしたいなという気持ちになる、そうあれなんですけど、そうだから長岡にいつもお墓参りに来るんですけど、そう今年こそはねちゃんとできたらいいなって。そう、長岡、長岡だって感じですね。長岡だって感じってわかんないけど、遊びに来たよ、やっほー、ありがとね。そう、長岡いいところですよ。なんかでも私街並みが普通にこう道路があの茶色いんですよ。雪がたくさん降るから、そのなんていうの、道路のところからピューって雪を溶かす水が出てきて、なんか鉄とかでそう茶色くなっちゃうんですけど、なんかその道路の茶色さが私はなんか好きですね。あ、長岡だわってなる。そう、今年はさ、あの長岡まつりの平和祭に出演させていただけたからね、もうめっちゃ嬉しくって。でもやっぱりなんか地元のお祭りなので、長岡に行って日帰りだったんですけど、長岡行って新潟帰ってきたら、なんかお父さんの知り合いの方からお父さんへなんか動画が送られてきてて、はるかちゃんいたみたいな、やっぱなんか、あ、すごい地元って思ったうん、ですしね、なんかおばあちゃんとかもこうなんか地元の新潟のニュースとか、あと新潟日報さんとかさ、新聞とかさ見たりしてるからさ、日課じゃないですか。そう、そこに私がこう出たりすると、あ、はるかちゃんだって言ってくれるから、なんかこう県民の方に活動してるのが届いてるんだなって、こうなんか見ようとしてなくても見てもらえるようなことがね、なんかできたらすごい嬉しいですよね。はいそうなので、うん、
ね、また知っていただけるように、まずはでも新潟の皆さんにね名前覚えてもらえるように頑張ろう。そう、なんか長岡市長にご挨拶させていただいたんですよ、出演前に。そう、それもちょっとニュースに出てたんだけど、なんかとってもね素敵なお話聞かせていただいたりとか、なんかちょっと大人の方とかも囲まれててちょっと緊張してたんですけど、そう、なんか市長がその私たち4人で行ったんだけど、4人になんかどんな大人になりたいですかって聞いてくださって、なんか私の中でも結構最近どんな大人になりたいかって私の中でとってもなんか自分の中でこうまだ決めきれてないような、こうよく考える大きな課題だったんですけど、そう、でもなんか具体的にはまだ本当に決められてないから、もう思ってることをそのままありのままに、なんかなんだろう、なんか自分のこうなんか意思とかその思ってそれを届けられる人になりたいなって思っていて、なんかアイドルを今やらせていただいてるけど、世の中にたくさんアイドルもいるし、こう歌とかの歌手の方とかでもダンサーとか歌とかダンスのプロでもないから、なんかそうこうアイドルをよく知らない人たちとか自分たちよく知らない人たちから見て、あ、なんか若い女の子がこうなんか集まってなんかやってるのかなみたいな、そういう風に思われるかもしれないけど、そう、なんかでもその道のプロではないからこそ、こうなんかその歌詞の意味とか自分たちのグループの活動の中で生まれたものとか、それをこう自分の中に落とし込んで届けることによって、なんかただその歌詞を歌ってる、ただ振り付けをやってるだけじゃなく、自分たちのその気持ちっていうのはその本物のものに、作り物ではなくって本物にを届けられるんじゃないかなと思ってるから、なんか自分の中で全部落とし込んで自分にしかできないよう なんか表現というか届け方ができるような人になりたいから、なんかそういう自分を持ってるというか、はい、そういう人になりたいですみたいに言ったら、あ、なんか真面目にお仕事や頑張ってらっしゃるんですねみたいなそう言っていただけて、そうなんですよ、いや確かにそうだねって言ってくださって、そう嬉しかったです。なのでまたね長岡にこうご縁があってお仕事とかさせていただけたらいいなってすごく思うし、私も長岡好きだから今回も長岡でねおしゃべり会やらせていただいたけど、花火もそうだし長岡祭りね、本当は花火行きたかったんだけど、僕はもう少年ではなくなったらどうやって略したらいいの、私は勝手に牧少って言ってました牧少か、でもなんか花火って呼んじゃう、なんか花火の曲とかなんかみんなリハ期間なんて言う、でも牧少かな、ねえ、あの別牧草、あとさ命をかけるのこと私さ絶対にヒュイゴーって呼んじゃうんだよね、ナナミとかと話しててさ、ヒュイゴーのさこのサビの振りって
なんかヒューゴーって呼んじゃう最初のその「あの命をかけろ」っていうカップリング曲が出たんですよ。そう、最近リリースされたシングルの中のカップリング曲で私も参加させていただいてるんですけれども、そのなんか第一声が「ツッツッツッヒューゴー!」ってでてん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 って始まる曲なんですよ。おもろいですよ。そうだからヒューゴーって呼んじゃう。命をかけろってね出てこないんですよ。この曲私にとってヒューゴーだから、もう H が見えてきてるの。すごくケケケケレロだから自分の感情さらけ出せよ。ここかっこよく歌ってるんですよ。今はちょっと違ったけど、もっとねキュイーンって感じで歌ってるので聞いてくださいあのサブスクとかもアップされてるので。あ、曲名は命をかけろです。スルメ曲だと思うんだよね。私めっちゃ好き、なんか最近めっちゃ好きっていうか、今日もさやっぱ会場でさずっとその表題とさカップリング3曲流れてたけどさ、あーいい曲。あと角田浜すごい好きなんだよね私。角田浜にてめっちゃいい曲じゃない。夏休みとか言っててなんかわエモエモって思った。そう、合ってる合ってる、すごい良いよ。そうめっちゃいい曲ばっかりで、 NGT の曲ねもう増えましたねだいぶ。え、でも私的にはやっぱりうん、なんか命をかけろのあの存在感がこれからも続けばいいなって思ってる。だからなんかさフェスとかでさ、そうオーサムとかってさフェスであんまりやんないじゃないですか。なんかどうしてもその劇場公演は基本シングルの曲やってないし、なんかその外のフェスでやるくらいしかシングルをね披露するタイミングがないんだけど、なんかシングルの曲が特にオーサムとかが今回ねそうコンサートで一番最後アンコールの一番最後の曲に持ってきていただいてたからあれだったんだけど、そうオンサムの存在感をもっと濃くしたいなって、やっぱり初めてセンターやらせていただいた楽曲なので。ポンコツはすごいなんかコンサートの頭の曲になったりとか、あ待って、オーサムもなってたわ。まあそうだけどそうでもフェスでやっぱりなんかやるとすごくなんか印象に残るかな。え、私さしそうでしないキスがさ大好きなんですよ。しそしなすっごい好きなの。だけどさリカさんが卒業されちゃったらさどうすればいいの。なかなかやれないの。誰かさ誰が入ってくれるんだろうリカさんのポジションに。どうするんだろうってすごい思ってる。なんかもうだってさすごいさ、え本当に改めて考えてほしいんだけど、私本当にあの小学校の時からリカさんをのショールームとか見てリカちゃんかわいいみたいな感じだったんだよ。なのにさ隣に並んでダブルセンターやってるのやばくないですか。もうそれができなくなっちゃうだなんて。でもリカさんが卒業コンサートの時にさ、えね聞いた、あのね卒業コンサートのねそのリハーサルしてる時にね、なんかリカさんがその
この曲はるかとやりたかったから入れたって言ってくださって、あー嬉しい、めっちゃ嬉しくって、えもうその時すごいニヤニヤしちゃって、えみたいな、えなんかキュン、胸キュンゼリフすぎない？そうそうなの、えみたいな、もうなんかさ、そんな嬉しいこと言われるなんてやばいよね。そうだよ、のろけとるすいませんね皆さん。そう、この曲はるかとやりたかった、もう本当に脳裏に焼き付けた、 CD を焼いた脳裏に、もう忘れません、覚えてます今でも。そうだよ、ありがとうございます。えなんかそう、サマコンの単独コンサートの方に思想しなが入ってなかったから、えっ！って思って、嘘でしょ、リカさんがもう少しで卒業されてしまって、で今のこの思想でしないキスの形がもうできる数が少ないというのに単独コンサートの方で入れないだと？って思ってたんですけど、リカさんの卒業コンサートの方でね入れてくださって、嬉しいです、ありがとうございます、大好きですリカさん、もう生涯大好き、なんか人として大好き、本当に本当に本当に、あー寂しいな、寂しくなりますね。しそうでしないキスの曲も普通にもうめっちゃ好きなんですよ私。しそうでしないあなたのキスはどう落ち着かず思わせぶりで、ちょっと結構あの珍しいかも、その女性目線の曲とか珍しい、そう、そうだよ、エモいよね、そう佐渡で撮らせていただいたんですけど、結構 NGT エモエモな曲 MV な感じがすごいねあるので、エモいエモいで結構しそうでしないキスやりたいんだけど、なんかだってもう回数ないよ、だってリカさん今月で卒業しちゃうんだよ、やばくない？しそしなやろうよ、てかリカさん卒業されたら本当にさどうしたらいいんだろう、しそしななんか全く披露しないことは多分ないだろうけどさ、そこに誰が入ってくださるんですか、うん、だってなんか伝説だよ、そのちゃんとわかる、こうミカさん毎回来てほしい、私なんか MV からさこうすごくなんかこの二人っていう感じでさ、なんかセット感みたいな、なんかセット感ってめっちゃ申し訳ない、なんかすいません、でもなんか一期生のリカさんとそのなんかその時の最新シングルで私がセンターやらせていただいてたから、なんかその NGT のこうバトンが渡されてる瞬間みたいな、そういうイメージが、その曲とは別にグループの見せ方としてなんかそういうのが演出の中でもねあったりとかしてたから、なんか結構思い入れがある曲なんですよ私にとっては。はい、なのでなので
うん、確かに等身大パネルでやるか。私がなんか寂しい人みたいじゃん。だって等身大パネルのリカさん一切動かないんでしょ。私がこうパネルに向かってしそうだしすごい切ない切ない重い感じの顔しながら、いやそこをやっぱりなんかリカさんとさ向き合ってさしそうだしないってもうあの本番はこんな全然笑ってないですけど、なんかすっごく胸がギュッとしながら毎回毎回披露させていただいてるんです。絶対にあそこ目合わせてくれませんリカさんは。でも最後のあのなんかリカさんと手ギュッて握ってからこう蝶々みたいに舞いながらこう走ってるところあるんですけど、卒業コンサートの時のなんかその時になんか手をギュッていつもよりギュッて握ってで目見てニコって笑うんですよリカさんが。本当にもうやってる、もう本当に私はそれにやられましたね。あやばい、もうちょっとでバズタイムズだって。すいません。じゃあバズタイムズが始まるということなので、壇上の皆さんをお呼びして配信はちょっと一回やめて、皆さんバズタイムズを見てください。10時52分からです。じゃあいきます。13位ひらりさん、12位ひーさん、11位スマイルさん、10位いたいちろうさん、9位いかっちさん、8位ふっちゃんさん、7位としやさん、6位てっちゃんさん、5位かんくろうさん、4位ひよぽんさん、3位ぴょんぴょかぴょんさん、2位おしおさん、1位おつかれおつかれさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとめちゃすいません、あのペタ。はい、ということで皆さんありがとうございました。じゃあ今日もお疲れ様でした。お仕事の方とか来てくださる方もありがとね。じゃあおやすみなさい。バズタイムズ52分からです。見てくださいね。またねー。